はいどうも皆さんこんにちは、アキラです。今回はですね、最近レジェンズを始めた人とか5周年からね、復帰した人のためにですね、レジェンズで、毎日やるべきことっていうのを紹介していこうかなと思います。で、今回はですね、その中でも、いつもね、周年とか関係なしに、常設されてるやってほしいことを最初に紹介して、で、後半にはですね、5周年ならではのイベントとかの中で、毎日やってほしいイベントについて喋っていこうかなと思います。全部で11個ぐらいあると思うので、詳しく喋っていけたらなと思います。はい、というわけでね、こんな感じで、初心者さんにね、分かりやすい動画とかためになる動画これからも作っていこうと思いますので、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。早速やっていきましょう。さあ、まず一つ目はですね、 PVP 関連のお話になります。まずレーティングマッチっていうのをね、開放してもらって、こちらね、いちいち一勝利してほしいんですよね。始めたばっかりの方とか復帰勢の方っていうのは結構レーティングマッチで、報酬ランキング上位とか入賞するの難しいと思うので、一日一回だけ入るとね、ボーナスで200ポイントレーティングポイントが、加算されてもらえるので、それやってるだけで結構いいバトルランクまで登ることができると思います。で、バトルランク登ると、報酬がね、追加されたり、いろんなアイテムとか手に入ったりするので、やってみてほしいかなと思います。1日1勝利でいいです。で、もう一つ、こっち特に重要視してほしいですね。ワクワクトレジャーバトルということで、これ負けても勝ってもどっちでもいいので、とりあえず遊びまくろうっていうようなやつになってて、1日3回まで、このね、宝箱を開けることができるんですよね。で、宝箱の中にはいろんなアイテムが入っていると言ったわけで、今回のね、この5周年のシーズンの際にはですね、いつもの報酬と違って、なんか花束みたいな、アイテムがもらえて、石とかを交換することもできます。ただこれは、トレジャーバトル自体はね、常設化されているので、1日3回アイテム入手するためにやってほしいかなと思います。特にまあエネルギーとかリムーバーで困ってる方は、やるべきだと思いますね。うん。で、このね、ワクワクトレジャーバトルとレーティングマッチはですね、ストーリーの3部7章6話まで終わらせることによって解放されるはずなので、とりあえずまあストーリーを進めて、PVP 解禁されたらやっていくっていう形でいいと思います。はい、そのわけで、PVP とトレジャーバトルでした。続いてはですね、こちらデイリーミッションですね。僕もクリアしちゃってるんですけども、やっぱりデイリーミッションは、ゲームの基礎としてね、毎日こなすべきだと思います。ただレジェンズの、デイリーミッションってめちゃめちゃ簡単です。もう10分ぐらいで達成できます。エネルギーを使ったり、あとはまあ PVP を一回戦ったり、こういったね、ボーナスバトルっていうところを遊ぶことによって、デイリーミッションもコンプリートできます。あと冒険かな。冒険を一回やることによって、もう完全達成できますので、やっていきましょう。で、デイリーミッションに関してはですね、2週間、ちゃんと連続でこなすことによって、意志がですね、すごい数もらえますね。1000個ぐらいもらえるはずなんで、あ、1000個ですね。1000個もらえるので、これ、1日でもね、抜けちゃうと、また1からの振り出しに戻るので、毎日コツコツね、デイリーミッションを、こなしてやることが、レジェンズでね、意志を貯める秘訣となっているんで、絶対やるようにしましょう。さあ、そして続いては、オラとイッチャやってみっかですね。これはもう、レジェンズやってる人は基礎として、毎日やるべきイベントとなってますね。この、ダンジョンではですね、まあエネルギーとか、今で言うとホイポイとかスキチケとかももらえるわけなんですけども、さらにですね、この自身のバトルメンバーの友情ランクっていうのを上げることができます。友情ランク上げることによって潜入できるステージが増えたり、あとは、地下の大会のステータスが上がったりっていう結構ね、恩恵がもらえるので、まあお気に入りのキャラクターから友情ランク上げてみるといいんじゃないかなと思います。1日、3回までね、潜入することができるんで、やってあげましょう。さあ、そして結構ね、ここ見落としがちだと思うんですが、ガチャ画面行ってもらって、全開覚醒ガチャですね。これの割引は基本的に引いていっていいと思います。やっぱり最近の環境、全開アビリティをね、がっつりかけて、パワーを出して戦っていくみたいなね、そういった、パーティーが流行り、流行ではあるので、どんなキャラクターでもまあ割引ガチャは引いていっていいと思いますね。うん、1日1回20でね、引けるんで、まあ覚醒できるキャラクター、7凸いってるキャラクターは、割引
うん、全部引いていっていいんじゃないかなと思います。まあもう絶対こんなタグの全開ビティ使わないよみたいなキャラクターは放置でもいいですけど、まあ基本的に全部7にしてあげたらいいんじゃないかなと思いますね。うん、そこまでコストもかからないので。で、超時空ラッシュの方でも一応覚醒 Z パワーがね入手できるんですけど、僕はあんまりおすすめはしていないですね。他のアイテムとか覚醒フラグメント作りに、超時空ラッシュのねアイテムを回してほしいので、僕は意思で全開ガチャを引く方がお得なんじゃないかなと思っています。ただ、注意点が一つありまして、割引だけを引くようにしましょう。やっぱり時の結晶1000個とか使って10連引くっていうのはあんまり、好ましくはないので、はい、割引でも地道にねやっていったら常設なんで、絶対覚醒7まで持っていけるのでやってあげましょう。さあ、そしてこれはですね、本当にレジェンズ始めたばっかりの初心者の方に超おすすめなんですけど、レジェンズロードのねこういったステージがイベントのスペシャルっていうところにあるんですよ。で、このレジェンズロードの左下のステージですね、これ真ん中のステージをクリアしたらもう一気にね分岐してステージ登場するんですけど、この左下の本日あと1回ってなってるステージ、これをね毎日スキップでいいんでこなしてあげることをお勧めしたいなと思います。ちょっとやってみましょうか。これエネルギー1でね潜入できて、これでメダルがね手に入るんですけど、この亀って書いてあるメダルがめちゃめちゃ交換対象美味しくて、僕も交換しちゃってるんですけど、ここにねエネルギーとかあとプラチナメダルとかね、そこら辺の美味しいアイテム、スキップチケットとかも交換できる、ようになっているはずなんで、これをね毎日やると結構初心者の方は、アイテムに困らないかなと思いますのでやってみてください。で、そのレジェンズロードのステージがですね、こんな感じでそれぞれにボーナスステージあるのでやってみるといいと思います。今常設化されてるのが4つあるので、まあこれでねかなりエネルギーとか供給できると思いますので、1日1回ステージをやってみるといいんじゃないかなと思いました。常設されている毎日やってほしいイベントについての最後ですね、こちら共闘ね、共闘はやっぱり本当に重要になってきます。1日3回の限定報酬必ず受け取るようにしましょう。初めての方は超級とかちょっとクリアするの難しいかもしれないので、この上中初級とかでもねどれでもいいので1日3回は絶対やってあげることをお勧めします。絆コインがねもらえるので、ここでね本当にいろんなアイテムもらえますね。うん、アーツコアとか、フラグメントとかも手に入りますし、無料石とかももらえるんでね、本当に、京都1日3回は間違いなくやっておいた方がいいです。特に5周年中はですね、あの石4000個をね受け取ることのできる5周年記念メダルもね、手に入ることができるんで、まあ絶対やるべきですね。うん、まずレジェンズ開けたら京都みたいな形で僕は、重要視してるレベルの優先度ですね。はい、そんな感じで、共闘でした。はい、というわけでですね、前半は終わりまして、ここからは、5周年のイベントならではの毎日やってほしいことを紹介していこうかなと思います。まず一つ目はですね、こちら昨日も紹介していますアニバーサリーチョイスバトルですね。1日1回だけ潜入できる形となっています。特にやっぱりこのスキップチケットとエネルギーがゲットできる一番上のステージが個人的にはおすすめかなって感じですね。ブロリーの Z パワーはまあ持っておくとちょっと便利かもしれないので、持っとくとまあいいかなって感じですね。うん。時点でブロリーのステージかなって感じはしますね。はい。で、続いてはですね、これまだ開催されてないんですけども、一番ね、今回紹介する中で重要視してやってほしいことですね。ワールドチャレンジレイドですね、これ。5月31日から、開催されるぶっ通しレイドですね。まあ、約1ヶ月間レイドが行われるわけなんですけども、これも共闘と同じようにですね、1日3回の限定報酬を受け取ることができます。それをね、ちゃんとこなすことによって、石がね、大量に手に入りますので、絶対1日3回はやるようにしてください。これだけはね、この動画で覚えていってほしいことですね。で、レイドをね、攻略的にこなすための、情報とかもここに書いてあったりするので、1本前か2本前のね、お知らせ解説の動画で詳しく取り上げているので、一緒に見てもらえるといいんじゃないかなと思います。で、こちらのレイドバトルはですね、2部の2章の10話までストーリーを進めることによって、開催されるようになるはずなんで、はい、やってあげてください。とりあえず、まあ、ストーリーは、最低限として進めてあげるようにしましょう。はい、で、続いてはですね、夢の超決戦、これですね。これも1日1回のボーナスステージがあって、オラと一丁やってみっかみたいに、キャラクターのね、友情ランクを上げることができるんですよね。しかもこっちのステージに関しては、
3体までね選出できるんで、一気に3人の友情レベルを上げることができると言ったわけで、まあ、特にやっぱここら辺の無課金の、キャラクターとかは友情レベルを上げるとミッションが解放されたりするのでね、そこら辺中心にやるといいんじゃないかなと思います。はい、地味にね忘れられがちなんで、ここで紹介しておこうかなと思います。はい、というわけで今回取り上げる内容の最後になりますね。最後はドラゴンボール探索ですね。はい、やっぱりドラゴンボールね、プレイヤーの中で集めて石ゲットしてほしいんで紹介しておこうと思います。で、こちらがですね、1日に3回までしか QR コードを交換することができないんですよね。なんで、まあ、5周年最終日とかに急いでやろうって思っても絶対ダメなんで、ちゃんと毎日コツコツね、3回、フレンドさんにお願いして QR コードを交換するようにしましょう。で、シェンロンをね、呼び出すと石1000個もらえるだけじゃなくてですね、こういった感じで探索アイテムの中にね、時の結晶、10個とか、これ、結局ここで1000個手に入るし、合計2000個ですね。やばくないですか？はい。っていうのがもらえたりするので、本当に、めちゃめちゃ重要なね、ドラゴンボールの集めは、大事なイベントになってきますので、やるようにしてあげてください。はい。ちなみにですね、1日目にフレンドさんと交換して、2日目にその同じフレンドさんと交換するっていうのも可能なので、もう3人ね、仲良いレジェンズプレイヤーを捕まえてあげるといいんじゃないかなと思いますので、はい、頑張ってやってください。はい、そのわけでですね、今回は、初心者とか始めたばっかりの方、復帰勢の方に、分かりやすいようなね、常設についての毎日やるべきことと5周年ならではの毎日やるべきことをそれぞれ紹介させていただきました。何かわからないことあったら、コメント欄の方に書いてもらえると、返せると思いますのでよろしくお願いします。それでは、少しでも参考になった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。